新選組三番隊隊長に任命された斎藤はじめこと坂本龍馬。隊長としての任務の中で龍馬は新選組の冷酷な本性を目の当たりにする。そして新選組隊長としての立場は期せずして土佐勤王と岡田伊蔵との対峙につながってしまう。正体を明かすことのできない龍馬は斎藤をはじめとして伊蔵を倒す。しかしそれが武市半平太を追い詰める結果を招いてしまうのだった。かつての友に危機が迫る中、龍馬の新選組潜入は続く。やめろやめてくれ。勤王の獅子ってのはみんないい声で泣くな。やめてくれ、もう全部喋ったじゃねえか。ああ知ってるよ。いよいよだな。いよいよ今夜新選組の名を天下に轟かすなあ局長。あれ、なんだか頭数が減りましたね。鈴木と谷のことか。あいつら敵に人たちでやられたらしいじゃねえか。ったく、だらしねえ。相手はあの人斬り伊蔵だった。仕方あるまい。そういや鈴木三木三郎って確か伊藤参謀の口利きで隊長に抜擢したんじゃなかったか。こいつは伊藤一派にとっちゃ一大事だ。あと伊藤派で残ってんな平助だけか。嫌だな。俺は昔伊藤さんに兵法を習っただけですよ。これでも司令官以来の近藤派なんですから。だがよ、伊藤さんを局長に紹介したのはおめえじゃなかったか。伊藤さんが新選組乗っ取った暁に副長くらいにはしてもらえんだろう。いい加減にしろ佐之助。新選組に派閥はない。局長以下、我々は皆陣中報告を掲げる同志だ。そのことを忘れるな。へいへい、悪うござんした。副長様、土方副長のおっしゃる通りです。どの流派だの、どの道場出身だのは関係ない。当然司令官出身の人間だけが優遇されるわけでもない。それが新選組という組織のありようだ。ですよね副長。無論だ。もういい加減本題に入りませんか。私のように陣中報告のため新選組に入った人間には司令官だの伊藤派だのそういった浮ついた話は飽き飽きだ。相変わらず硬いね松原は。私は勤王を謳い京の町で暴れ回る長州や薩摩の志士たちが許せないだけなのです。副長どうか本題に。
噂によれば長州の息のかかった男を捕まえたと聞きましたが。ああ、君たちに集まってもらったのは他でもない。今夜新選組は歴史にその名を刻む。心して聞いてもらいたい。昨夜監察の山崎がとある勤皇志士の密偵を捕まえた。名前は古高俊太郎。実はこの男のねぐらから大量の火薬が発見された。大量の火薬やと？そんなもん何に使う気？それを吐かせるために古高を一晩拷問にかけた。そして白状したところ、勤皇志士40名による大規模な計画が発覚した。なんなんやその計画っちゅうわい。御所放火、連中は大量の火薬で帝のおわす御所を焼け払おうとしていたのだ。御所？ほんまなんかその話？ちょっと待ってくださいよ。でもそれっておかしくないですか？勤皇って言ったら帝を敬ってる人たちのことでしょ。なのになんで御所を焼き払わなきゃならないんですか？御所に火をつければ京都を守る幕府の役人が集まってくる。我々新選組もだ。それを一気に皆殺しにする気だったらしい。なら狙いはわしらっちゅうことか。なんや、おもろそうな話になってきたやないか。いや、奴らの真の狙いは我々ではない。むしろその先、火災に乗じて御所から帝を奪い去ることにある。帝を奪う？奴らの狙いは帝を手に入れて倒幕の勅命を出させることだった。結局連中は帝を政治の道具としか見ていないということか。なんてことだ。で、わしらは何をやればええんや。その40人をとっ捕まえて切ればええんか。まあそう焦るな。実は今監察の山崎に連中の根城を探らせている。おそらく今夜にでも会合を持って計画の練り直しに動き出すはずだからな。我々新選組は今夜その根城を襲撃する。よっしゃ、気持ちが乗ってきたで。久々に思いっきり暴れられそうやな。せやけど40人もの勤皇志士相手となるとどう戦ってええもんかわからんの。んなもん切って切って切りまくればええやろうが。お前はそれでいい。せやけど甲州流軍学を極めるわしとしてはもっと無駄のない大将首に狙いを絞った戦いをしたいんや。そないな賞金目当てなだけやろ。金がないことにはタイは動かせんからの。副長、せめて誰が敵なのか名前ぐらい情報はないんですか。主犯格は長州の吉田利麿という男のようだが、この計画には様々な藩の人間が関係しているらしく特定が難しい。長州では酒井、北野、土佐藩では永井、佐々木、中岡とかいう男の名前が出ていたが、何だと？ん？斎藤、どうかしたのか？いや、別に何でもない。そしたら吉田利麿を取れば方針は跳ね上がると。まあそういうことになるだろうな。
よし、他に聞きたいことはないな。それじゃあ、私と伊藤さんは夜までに襲撃の手はずを決めておく。諸君はそれまで通常通りに。我々が普段と違う動きをすれば連中に襲撃を気づかれるからな。斉藤君、何をしているの？どこのお前、はじめちゃん、聞こえへんのか。そりゃこないな人数相手にすることあんまりないで。何すんねん。何、はじめさん、今日はもう帰ってきはったん？いや、それより中岡は来てるか。中岡さんやったらちょうど2階にいてはるけど。そうか。おう、坂本、どうかしたのか。
中岡、金の獅子が御所を焼くってのは本当か？ああ、なんだそりゃ。お前も一枚噛んでるのか？ちょっと待て、一体何の話だ？新選組に捕まった古高俊太郎って男が白状した。40人の勤皇志士たちが御所に火をつけ帝を去る。まさかそんな大それたこと。新選組は今夜、そいつらが今日のどこかで会合を開くとみて襲撃の準備を整えている。もしあんたもそこにいれば、新選組の襲撃に遭う。なるほど、それで知らせに来てくれたってわけか。あんたは噛んでいないんだな。俺がそんなもんに絡んでるわけねえだろ。だいたいいくら勤皇のためとはいえ、御所に火をつけりゃこの町もただじゃ済まねえぞ。ああ、町の人間が何人焼け死んでもおかしくねえ。勤皇派とやらの正気を疑うな。まったくだ。だがその一味には土佐の人間も絡んでいるらしい。その中に中岡って名前が挙がっていたが。土佐じゃよくある名前だ、俺じゃねえって。まあ、とはいえそいつらが新選組にやられるのを見殺しにするってのもな。連中に新選組の襲撃を知らせてやらねえと。そんなことができるのか？さあな、その一味の親玉は誰か分かってんのか？確か長州の吉田利麿って男だ。吉田利麿？勤皇派の大物じゃねえか。武市ともつながっていたはずだ。何？それじゃ武市もこの計画に加わっているってことか？分からんが、少なくとも今日を焼くって話くらいは聞いているはずだ。あいつ自身はもう土佐に戻ったが、さっき言ってた土佐者ってのは案外勤皇党の連中かもな。武市がこんな計画に乗ったっていうのか？お前にとっちゃ複雑だろうな。いくら勤皇のためとはいえ、自分の兄弟分がこんな無茶するとは考えたくもないが、だがとにかく今は吉田利麿を探すのが先決だ。しばらくなりを潜ませるように伝える。俺に任しとけ。あんた一人で？仕方ねえだろ。お前は新選組に戻って普段通りにしてろ。情報を漏らしたと疑われないように。そうだな。お前は裏のある人間だ。せいぜい用心しねえとな。じゃちょっくら行ってくる。ああ。おっと、なんやあれ。
亀の甲羅に危ない。大使からの報告も特にないし、いらっしゃいませ。いい味だ。ありがとうございます。随分賑やかなんだな。一体は。は？え？は？え？
え？買ってやれな血を塞ぐな。つけてるつもりかい。斉藤君、奇遇だな。いつからそこに？あれ？旦那？知り合いか？ああ、いえ。お顔だけは、その…邪魔したようだな。待ちたまえ。君もこの男を知っているのか？こいつはカラスという情報屋だ。君とどういう関係か。
いやーどうもこりゃ、見たところ私が一番お邪魔のようで、すいません失礼します。待て。え？だ、何をしてる。落ち着け斉藤君。なんだと。この情報屋はたまたま私と君に雇われていたようだが、お互い密かに使っていたはずだ。つまり君が私に知られたくない情報、私が君に知られたくない情報、この男は一人で全て知っていたということに。だったら切るしかあるまい。君がたまたまこの場に現れたのがカラスの運の尽きだ。知らぬが仏。お互いここで会ったことは忘れるとしないか。あいにくだが、口封じのため簡単に人を切る人間と組む気はねえ。それに俺は知られて困るようなことは何もない。カラスが死んだ今なら何とでも言えるだろうよ。私はそろそろ豚所に戻って休むことにする。君も遅くなる前に戻れ。今夜は勤皇獅子を40人切るんだ。休んでおくのも仕事のうちだろ。失礼する。何急いでんだ。戻ったか斉藤君。ちょうどいい話がある。なんだ。勤皇獅子たちの会合場所だが、観察の調べで2カ所に候補が絞られた。池田屋と四国屋って宿だ。連中はそのどちらかで会合を持つ。そうか。どっちかはっきりするまでは隊を二手に分けて襲撃の手はずを進める。君の三番隊は私と一緒に行動してもらう。ああ。勤皇獅子が集まるのは池田屋か四国屋か、君ならどっちが臭いと見る。四国屋だ。結構。では私と斉藤君は四国屋を受け持つこととする。そしたらわしは池田屋っちゅうことか。ま、別にどっちでも構わへんけどな。俺もどっちだっていい。話ってのはそれだけか。ああ。だが斉藤君、
豚所からはもう出るな。これから四国や出動までは豚所内で待機とする。いいな。久々の大仕事。おう、お前は四国屋組らしいな。わしは沖田らと一緒に池田屋をやる。相手は40人からの勤皇志士や。向こうも死に物狂いで抵抗してくるで、覚悟しとけ。斉藤君。またお前か。そんなに怖がることはない。副長が君を呼んでる。すぐに土蔵へ来いとな。副長が君を呼んでる。急にどうしたらいいんですか。こっちだ、斉藤君。こいつは見てわからんか。こいつが噂の古高俊太郎や。おもろいで。
はじめちゃんもいたぶってみ。そんなもうやめてくれ。やめてほしければもう一度だ古高。そこの斉藤君にもさっきの話をしてやれ。ああ、一味の人数は少なくとも40名。特に腕が立つのは吉田利丸と同じく長州藩の桂小五郎。吉田はよう知らんが、桂は新道無念流の免許改伝や、剣も相当の腕やが、それ以上に逃げ足が速い。ついたあだ名が逃げの小五郎や。桂は長州の頭脳とも呼ばれる天才。今回襲撃における対象首と考えていいだろう。一番いいのは生け捕りだが、取り逃すくらいなら殺せ。ああ、わかった。いいか、桂にしろ吉田にしろ、その二人にはここにいる君ら各隊隊長が当たり、それ以外の隊士がかかっていっても無駄に切られるだけだ。言われんでもわっとるわ。それよりそろそろ時間やないか。わしはもう早よ人切るの収まらんで。ああ、行こうで土方。もう日も落ちとる。分かっている。だが一斉に新選組の大使が屯所から出りゃ襲撃を感づかれる。屯所を出るときは一人ずつだ。その後はそれぞれ持ち場の宿へ行って待機してろ。いいな。斉藤君、今
密偵を一人四国屋の中へ行かせた。獅子どもの会合を見つけたら合図をよこしてくる。ここが当たりか外れか。勤皇派の会合が池田屋の方だったら全員で向こうに走る羽目になる。ああ、分かっている。ふん、さすがに落ち着いたものだな。随分爆発を踏んでいるらしい。ところで、松原と何かあったか。どうしてそんなことを聞く。いや、松原がやけに君のことを私に聞きに来たので少し気になってな。なあ、一つ聞かせてくれるか。君はなぜ新選組に入隊してきた。そういうのは入隊する前に聞くもんだ。なるほど。これから入ってくるやつにはそうしよう。大した理由はない。他に行くところがなかっただけだ。そうかな。君ほどの腕があればどの藩の勤皇志士にも歓迎されるはずだ。勤皇だろうが幕府の犬だろうが、どっちでも俺を高く買ってくれるところへ行くまでだ。なるほど。君の考えは簡潔でよい。その点では私と似ていると言えるな。ん？聞いているかもしれんが、私はもともと百姓の出だ。局長の近藤さんもな。そうだったのか。300年前の祖先が百姓だったというだけで、父も祖父も剣を持つことを許されなかった。私もガキの頃は一生百姓のまま終わるもんだと思っていた。だが黒船が来て以来全てが変わった。本物の脅威を目前にして本当に強いものが必要とされる時代になったんだ。力さえあれば百姓でも志を持つことが許される。志？近藤勇にはそれがあった。私はそれを支えるために剣を振るい、新選組を鍛え続けている。幕府のためにか。いや、この国を守るためにだ。何？いずれ君にも話せる時が来るだろう。私はこれでも君を高く評価しているんだ。だが今はとにかく私のやり方についてきてほしいと思ってる。余計なことは考えず人を切れってことか。それが武士の本分ってもんじゃないのか。そういやそうだったな。密偵が戻ってきたな。副長、四国屋に不審はないようです。勤皇志士たちはいる気配もありません。とするとこっちは外れか。池田屋です。獅子の会合は池田屋。聞いたな。全員池田屋だ。行くぞ。Thank you.
ちらです、副将。池田屋の勤皇志士40名、刀を取って抵抗しています。斉藤君、池田屋に入ったら吉田利丸と桂小五郎を探せ。雑魚は平大使に任せていい。斉藤君、何？長倉、斉藤か。油断したわ。吉田利丸へ。なるほど、こいつが今日を焼こうとしている親玉ってわけか。ナクラ、下がってろ。こいつは俺が引き受けた。
見事や斎藤、お前はわしが想像しとった以上かもしれんな。せやけどまだ桂小五郎が残っとる。奴を捕まえへんうちは何も終わらへん。桂を探すんや。
奥に桂が。俺、早く行ってやってください。あんたはエロ、久しぶりだな、斉藤さん。ニーボリ松助。へえ、よくあの偽名を覚えててくれたね。でも今日は本名を名乗っておいた方が良さそうだな。こんな状況で隠しても仕方ないしね。まさかあんたが。ちょっと危険な長州藩の舵取り役、桂小五郎、よろしく。あんたが桂。そういうこと。どうしてあんたほど切れる男がこんな無謀な計画を立てたんだ。ああ、やっぱりそういうことになっちゃってんだ。実はそれ誤解なんだよ。なんだと？いや、俺は必死に豊島のさんを止めたんだよ。こんな計画やめなさいって。でも全く聞き入れてもらえなくてね。ただでさえ好戦的な長州の連中に加えて、今回は土佐や肥後の奴らまで加わったもんだから大変なことになっちゃって。で、仕方ないからあんたんとこの監察さんに古高のことを見つけてもらうように仕向けたってわけ。じゃあ山崎に情報をつかませたのはあんたの仕業だったってのか。彼には悪いことをした。辛い拷問にもあったに違いない。でも今日の町を焼いちまうってのよりはマシだと思ってたんだが、今度は自分の身も危なくなっちまったな。なあ、
斉藤さんよ、人間ってのは命あってのものだれだ。どうかここは見逃してもらえないか。あんた、俺の話を全部信じてくれとは言わない。でもさ、無駄な殺し合いしたってこの国は良くならない。それにあんただって土佐に戻ってやらなきゃいけないことがあるんじゃないのか。武市さんだってそれを望んでるはずだ。武市、あんたなんでその名を。なんでって、だってあんた坂本龍馬さんなんだろ。武市さんから大体のことは聞いてる。あんたが新選組に入った理由も知ってる。だからあんたが俺を殺す理由はないはずだ。だろ。どういうことなんだ。ゆっくり話を聞かせて。不意打ちか。俺もまあまあ姑息の手は使うけど、そんなことはしない。むしろ斉藤、そいつが桂小五郎へ。悪いがここで死ぬわけにはいかないんだよ。というわけでよろしく。俺のこの国を憂う熱き思い、分かってくれるよね。あ、よく分かった。長倉、こいつは俺の獲物だ。手出しは無用に頼む。何やそれ。上等。カズラ、今度は鬼の副長か。ここまでだな。今日の借りは今度返すってことで。
もう一芝居頼むぜ。面倒言いやがる。おら待て、カツラ。悪かったな、仕留められなくて。お前、みんなご苦労だった。桂小五郎は取り逃したがな。さすが逃げの小五郎やな。でも他の獅子たちは切るなり捕らえるなりできたんです。まあ上々じゃないんですか。ああ、それに他の収穫もあった。ああ、何のことや。この中に勤皇派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだ。ほう。しかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた。へへ。こん中にそいつが誰だろうな。あの、土方さん、その裏切り者って松原さんのことでしょ。何言っている。平助、くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ。松原君、君の素性は分かっている。長州藩の人間なんだろう君は。副長、そんな私が長州だなんて。カラスとか言ったか。その情報屋を使い、我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついている。そしてそのカラスを君が処分したことも。お前、俺のことを売ったのか。監察の山崎が突き止めたんだ。3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた。何かしらの目的があってのことだとは思ったが、まさか長州からの患者だったとはな。ちょっと待ってくれ。それならこの新入りだと同じようなもんだ。こいつもカラスとは近い関係だった。疑うならこの男も。見苦しいぞ。どのみち裏切り者は粛清される。おとなしく死を受け入れたらどうだ。解釈してやれ、斉藤君。君がカラスという男と接触していたのは新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追及するつもりはない。どうしてそれを。今日の町の道場で腕の立つ剣士が天然理心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類稀な剣の腕を新選組のために使ってくれるのなら、私は君を疑うようなことはしたくないのだ、斉藤君。この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。さあ。玉の百姓風情が生きがりやがって。近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに上司がやられてたまるか。
カラスから聞いたぜ。お前が新選組に入った本当の目的は。源さん。局長と玉を愚弄され、黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が上ってしまったようだ。火の上。よし、じゃ、そろそろ帰るとすっか。そうですね、もうクタクタですしね。松原が減った分、褒美の取り分も増えるってもんやね。おう、そりゃそうだ。あんた、頭いいね。ねえ、武田さん、せっかくだから、もう一人減らしちゃいましょうよ。面白い。やってみろよ。次は、敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。斉藤、よう覚えとけ。これが新選組っちゅう組織や。疑わしきは粛清する。俺はお前を粛清しとうない。どういう意味だ。次に敵を見逃すときはもっとわからんようにうまくやれちゅうことや。